はい、皆さんどうもこんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。今日は二重クワガタのですね、幼虫の菌糸ピン交換をしていこうかなと思います。何の二重クワガタかと言いますと、ですね、こちらですね、見えますかな。レッドなんですよね。レッド系統ということで、クワタですね、昨年のクワタに行った時に、購入したものになります。はい、これがですね、結構ね、ちょうどいい感じに食っているのと、まあ、案の定、マット化してしまった菌糸ですね。はい、そんなような感じのものが、ありますので、これとかはい、ありますので、合計でですね、1,2,3,4,5,5とですね、今回交換していこうかなと思います。で、交換先はですね、800ボトル同じなんですけども、ちょっとね、工夫を凝らしたマットに私なりに作ってみましたんですが、まあ既製品をね、混ぜ合わせたんですけど、これに入れていこうと思います。はい、ではですね、やっていきますか。はい、ではまずですね、これからいきましょう。割といい具合に来てるやつですね。グラムはまだ測ってないんですが、ちょっと遅めかな。昨年の11月に、ここに入れたやつですね。買った時はですね、書類だったんで、書類で、ちょっと書類かどうかのデータはないですが、書類だったと思います。ので、まあ、お、いた。結構でかいだ。噛んだし。ほい。あ、いいんじゃないか、これ。ほら、どうでしょう。結構いいんじゃないですかね、これ。二重クワガタ、頭ちっちゃ。これね、結構でかい気がするよ。レッドケット。じゃあ、グラム測っていきます。はい。ではね、乗せていこうかなと思います。どのぐらいなんだ？17g。まあまあっすね。いいですよ。17g です。めっちゃプリプリだし。ほら、プリプリ感が半端ないっしょ。いいね。でかい虹色。ね。いただきましょう。はい。で、次ですね。次はですね。マットになっちゃったやつですね。禁止だったんですが、これは暴れだと、一本目で暴れてしまったようですね。暴れだったのか、ちょっと申し訳ない。食べるところが消え去ったのかはちょっと。あ、でも暴れ、出てきたけどそんなに大きくないな。うん。これもオスだな。はい。はい、では重さを測っていこうと思います。12か。そっか、12か。はい。じゃあね、これに入れておきました。はい、次もですね、ちょっとマット化しちゃったんですけど、ちょっと今んとこオスっぽいんだよな、2頭とも。だからそろそろメスがね、欲しいところでありますが、せっかく色がね、あれなんで、あ、これメスっぽいな。これメスだな。よかったよかった。これメスだ。うん。これメスでしょ。頭も明らかに小さいし、これメスだと思いますね。はいはい。10g ないかな。はい、いきますよ。はい。8。はい、8ね。なんかうちのメスっぽいやつってみんな8だな。気のせいか。
まあね、結局あの大きさじゃなくて色なんでね、なんか小さい方がさ綺麗な色が出る気がするんだけどやっぱ気のせいかな。よっこいしょ、はい、では、どうしようかな。またちょっとマットになっちゃったやつやってみましょう。サラサラ、あ、これは完全に暴れだな。色が違うもんね。そしてメスっぽいね、これね。小さいオスかもしれないけど、メスっぽくないですか。虹色っていまいちこのあれがわかんないんですよ、私。ここ出ます？虹色って出るのかな、ちょっと見えないんで。少しもう黄色いからそろそろ来るんじゃないかなと思います。何グラムかな。はい、どうぞ。8、あ、8か、やっぱり8ね。よくしょ。はい、ではですね、ラストですね。あ、これじゃねえや、これだ。はい、ラストなんですけど、ラストはね、ちょっとこれいい具合になってるやつ、どこにいるんでしょう。あ、ここにいますね。ちょっと大きいかもしれないな。やっぱこういう風に食ってるくれてる個体は大きいかもしれないですね。やっぱりやっぱりやっぱり、お、めっちゃ頭がピンク。わ、でかいか。あ、でかいな。でかくないこれ。いや、これでかいんじゃない。これでかい気がするよ。ね、ちょっとでかいかもしれない。では期待を胸に滑舌悪いんですいません。期待を胸にいざ。20、あれ、そうでもねえし、16ですか。あれ、一番最初のやつのがでかかったな。でもなんかボリューム感があるんだよな。16、はい、わかりました。ではこれもちょっとね、期待を込めて言ってもらいましょうね。はい、これで難しいかな。これで溶化しないかな。もう一回あるかな。はい、では今日もですね、禁止瓶交換でしたが、26クワガタですね、17g 出ましたね。で、メスもね、あの、いそうなので、これからちょっとね、あの、親の色を見てないので、どれほどの赤なのかっていうのもちょっと気になるところですが、ちょっとね、期待していこうと思います。ちょっと暴れちゃったのはな、いるんだけどしょうがないですね。これね、ちょっとね、ただまあ、11月にこのボトルに、あ、最初のボトルに入れていますんで、11、まあこれ3ヶ月持ったとして、もう一回、多分メスはもうなっちゃうと思うんですよ。溶化しちゃうと思う。オスはもう一回ちょっとマットに入れる感じになってしまうかなという状態ですかね。うん。引っ張れちゃったら引っ張れちゃうかもしれないですけど、そこはちょっと、ケースバイケースでやっていこうと思います。はい。じゃあすいません。今日はね、幼虫しか、登場しなくて、ちょっと、あれなんですが、今日はこの辺で終了です。またですね、続々、ギラファもね、溶化しちゃってるやつが出てきました。オスで。なので、楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。